グラミー賞はザ・レコーディング・アカデミーが主催する音楽賞。当初はグラモフォン・アウォードと呼ばれており、現在は単にグラミーと呼ばれることが多い。アメリカ合衆国の音楽産業において優れた作品を作り上げたクリエイターの業績を称え、業界全体の振興と支援を目的とする賞だが、今日世界で最も権威ある音楽賞の一つと見なされており、テレビにおけるエミー賞。 舞台におけるトニー賞、映画におけるアカデミー賞と同列に扱われる。毎年2月に受賞式が行われ、著名なアーティストによるパフォーマンスや代表的な賞の受賞の模様が全米をはじめ世界の多くの国で放映される。1959年5月4日、1958年の音楽業界での功績を称える第1回グラミー賞受賞式が行われた。 1997年、ザ・レコーディング・アカデミーは、当時のグラミー賞で十分にカバーできていなかった、ラテン・ミュージック部門の充実を目的とし、ザ・ラテン・レコーディング・アカデミー・旧ラテン・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンスを新たに設立。それにより2000年から、ラテン・グラミー賞が始まる。グラミー賞のアイコングラミー賞は、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム計画から始まった。 ウォークオブフェーム委員会に選出されたレコード会社の重役たちはハリウッド大通りに星を埋め込まれることのない音楽業界のリーダーたちが数多く存在することを理解しておりウォークオブフェームの星に値する音楽業界の重要な人々のリストを編集していた音楽業界の重鎮たちはアカデミー賞やエミー賞のような音楽業界の賞を創立することを決心これが ナショナルアカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・サイエンスの始まりである。名称には、蓄音機を発明したトーマス・エジソンに敬意を表しエディー賞が候補に上がったが、1958年、最終的にエミール・ベルリナーが発明した蓄音機にちなみ、グラミー賞と名付けられた。1960年代には、ザ・ベスト・オン・レコードというタイトルで NBC で放映されていたが、 1971年には ABC にて生放映される。1973年からは CBS が放映権を取得している。なお、日本ではグラミー賞創設に啓発される形で、よく1959年に日本レコード大賞が創設されている。また、1977年イギリスにおいて、音楽雑誌シグラモフォン氏が主催するクラシック音楽の ショーグラモフォンアワードと英国レコード作業協会が主催するポピュラー音楽に関するショーブリッドアワードが創設され現在に至っている毎年米国内でリリースされた楽曲とアーティストを対象に選考されザ・レコーディング・アカデミーの会員の投票によって選考され第1回目でノミネート作品が選考され第二回目で決定されている音楽業界で 最も栄誉ある賞だとみなされ、受賞結果はセールスに多大な影響を与える。また、アメリカでは注目度の高い祭典の一つであり、2013年2月に行われた第55回グラミー賞の中継番組は2837万人の視聴者数を得た。これは、スーパーボールなど NFL の一部の試合中継やアカデミー賞受賞式中継などに次いで、 全米で非常に視聴者数の多い番組の一つになっている。売り上げが良くても確実にグラミー賞にノミネートするわけではなく年間第1位の曲でも受賞を逃すことが多い。加えて2000年に入ってからその年に最多ノミネートした歌手が最多受賞を逃すケースが増えている。2009年は7部門ノミネートのコールドプレイを筆頭に イギリス出身アーティストが多くノミネートされている。この年の最優秀レコード賞はすべてイギリス出身アーティストによる作品が候補に選ばれた。金色の蓄音機を表現した金メッキのトロフィーはコロラド州リジウェイのビリングスアートワークスにより手作りされている。1990年オリジナルのトロフィーのデザインは改訂され、 損傷を防ぐためそれまでの柔なまりからより強い合金となり、戦前のギブソンのバンジョーのフラットヘッドトーンリングを再現し、トロフィーは以前より大きく壮大になった。受賞者の名前が刻まれたトロフィーは受賞者名の発表があるまで手にすることができないため、テレビで放送されるのは毎年同じ代用品である。以下の4部門は主要4部門として特に注目を集める。 これらの賞はジャンルで制限されない。主要4部門の受賞者はグラミー賞受賞者一覧を参照。その他の賞はジャンルによってアートワークやビデオを含む演奏者や制作者に授与される。音楽業界へ長年貢献してきたものには特別賞が授与される。2020年現在84カテゴリーと膨大であり、様々なアーティストの演奏も行われることから、 上記の主要4部門及びポップミュージック、ロック、カントリーミュージック、ラップなど、最も人気のあるジャンルから1から2カテゴリーの受賞式のみがテレビ放送される。その他の賞は受賞式当日昼間からテレビ放送前に授与される。2011年4月6日、ナロスは2012年に行われる第54回グラミー賞のカテゴリーの多くの大幅な見直しを発表し、 カテゴリー数は109から78に減少した。最も重要な変更点は、ラップ、ロック、リズムブルース、カントリー、ラップで、男女、コラボレーション及びデュオやグループの区別がなくなったことで、ある。また、インストゥルメンタルのソロのいくつかのカテゴリーがなくなった。これらのカテゴリーは現在他のジャンルの最優秀ソロに、含まれる。ロック部門では、ハードロックとメタルは、 一緒にされ、最優秀、ロックインストゥルメンタルパフォーマンス賞は演奏者の減少により削除された。リズムブルース部門では、コンテンポラリーリズムブルーストと,とのリズムブルースとのアルバムの際はなくなった。現在どちらも、最優秀、リズムブルースアルバム賞として授与される。ラップ部門では、ソロとデュオ及びグループは合併され、最優秀ラップパフォーマンス賞となった。 アメリカンルーツミュージック部門において大幅な削除が行われた。2011年まではハワイアンミュージック、ネイティブアメリカンミュージック、ザディコ、またはケイジャンミュージックなどアメリカ国内の様々な地域の音楽のカテゴリーがあった。しかしこのカテゴリーでの演奏者の数が常に少なく、2009年に削除されたポルカと共に最優秀。 リージョナルルーツミュージックアルバム賞として統合された。また、同部門において、コンテンポラリー、フォークとアメリカーナ、コンテンポラリー、ブルースとトラディショナルブルースの区別がなくなってきたことから、ブルースのトラディショナルとコンテンポラリー、フォークのトラディショナルとコンテンポラリーがそれぞれ統合された。ワールドミュージック部門でもトラディショナルとコンテンポラリーが合併された。 クラシック音楽部門では最優秀クラシックアルバム賞が抗議すぎるためこの賞に受賞したアルバムがクラシック部門の他のアルバム賞でも受賞し重複することが多いため削除されたクラシックのアルバムも現在最優秀アルバム賞を受賞可能であるその他にもより自然に近い名前に変更されるなど小さな改変がいくつか加えられたゴスペル部門は ゴスペルという言葉がコンテンポラリー・クリスチャンミュージックとかけ離れた伝統的なソウルゴスペルを思い起こさせるためゴスペル・コンテンポラリー・クリスチャンミュージック部門となった1971年までグラミー賞受賞式は毎年違う会場で行われていたもともとはニューヨーク市とロサンゼルスが主催地であった1962年シカゴが 主催地に加わり、1965年、ナッシュビルが第4の主催地となった。1971年、ロサンゼルスのハリウッドパラディアムで行われた第13回、グラミー賞が1箇所で行われた最初の受賞式となった。その後ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンのフェルトフォーラムに移動し、さらにその後2年間は、ナッシュビルのテネシーシアターで行われた。 1974年から2003年、ニューヨーク市とロサンゼルスのいくつかの会場で行われた。主な会場は、ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデン、ラジオシティミュージックホール、ロサンゼルスのシュラインオーディトリアム、ステープルズセンター、ハリウッドパラディアムである。2004年、ステープルズセンターが、高級的授賞式会場となった。 グラミー賞の歴史を振り返るグラミー博物館がステープルズセンターの向かい側のイリエライブに創設された。博物館の歩道にはハリウッドウォークオブフェームのように毎年の最優秀アルバム賞、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞の受賞者のブロンズディスクが埋め込まれている。ゲオルク・ショルティが史上最多の31回受賞者である。女性では アリソン・クラウスが27回受賞で最多。グループでは22回受賞の U2 が最多である。グラミー賞はミュージシャンや音楽評論家から批判を受けることがある。1991年、シネイド・オコナーは4部門でノミネートされたものの商業的な祭典であることを理由に受賞式への参加を拒否した。これはグラミー賞史上初めての出来事となった。 1996年、パールジャムが最優秀、ハードロックパフォーマンス賞を受賞した際には、リードボーカルのエディベダーが、この賞に何の意味があるのかわからない。全く意味がないと思うとスピーチし、物議を醸した。同年、6部門にノミネートされていたマライア・キャリーが何も受賞できなかったことに論争が巻き起こった。彼女のアルバム、デイドリームは、 全米で1000万枚以上を売り上げ、ボーイズツーメントを歌ったシングル One Sweet Day が当時のビルボードホット100で史上最長となる16週連続1位を記録するなど評論家たちは彼女の受賞は間違いないものと予想していた。受賞を完全に逃した瞬間の彼女の落胆した表情がテレビ画面に映し出され話題となった。 グラミー賞のウェブサイトに公式な受賞者として記載されている歴代の日本人。現在はアメリカ国籍である小野洋子、イギリス国籍である内田光子も過去に受賞している。1989年の受賞式まではテレビ、朝日系で放送され、翌1990年の受賞式からはテレビ東京系に移る。その後、1990年代後半より、 ワウワウで放送されている。生中継は同時通訳を介して放送され、再放送は字幕スーパーによる放送となる。1980年に FM 大阪が日本国内での独占放送系を獲得し、JFNK 全国ネットで放送された。なお、一時期阪急グループがラジオ中継の冠スポンサーにつき、同グループと関係が深い高島忠夫が、 メインパーソナリティを担当したことがある。その後、インターフム2008年はミュージックバードが生中継した。親会社の東京 FM でもその一部を放送した。2014年は新たにクロス FM が時報、コマーシャルなしでの生中継を実施。ありがとうございます。